左右は少し内に包まれています。誘導員とは車間があります。5番の川村、さあ後ろの様子を見ている。残り600の鐘、さあここはペースに持っていけるか。5番の川村、さあ後方からは1番新田が仕掛けてくる。1番の新田が一気に仕掛けて4コーナーからホームストレッチ、まもなく残り1周。さあ1番の新田の先行です。2番手は5番の川村が収まっている。さあその後ろは8番の稲川が9番の大塚をさばきに行く。バックストレッチ、あーとこれは大きく膨らんだ。2番なさいが内を救った。ここでは6番柴崎落車、2番なさいが内を救って先行。2番手は7番の伏見が続いている。その後ろ4番の柏田、4コーナーが直線。2番なさい先頭、追ってくる7番の伏見、2番なさい、7番の伏見、並んできたがわずかに浅い、わずかに浅いです。